着いたーやっぱりここからの眺めってすごいなーほら君も早く早くおっきな夕日が見えるよ本当綺きれいあやっと来たもう体力落ちたんじゃないやっぱり社畜には あの階段はきつかったかな <laughs> まあでも、連れてきてくれてありがとう。ここって、前から興味はあったんだけど、なかなか来れる場所じゃないからね。それに、今日は貸し切りみたいだし、ラッキー。<laughs> あ、見て見て。ほら、下に人がいっぱい。 人がゴミのようだ <laughs> みたいな。<laughs> んどうしたの手震えてるけど寒いそれとも高いところ怖かったっけ大丈夫。分かった。 ああ。ねえ、もう少しだけここにいてもいいもうすぐ、あそこの建物がライトアップされるんだって。それは見ておきたいかも。<laughs> ほんとそれじゃあ、ライトアップするまでちょっとお話ししてようか。そういえばさ、お仕事はどうだった ああ、<laughs> やっぱり今日も怒られちゃったか。他の人のミスを君がフォローしようとしたらなぜか責任取れって。うん。大丈夫だよ。君は何も悪くないよ。誰かのために頑張ろうとしていたんだから。<laughs> そうだね。やっぱりそんなところから逃げちゃっていいと思うよ。 ほら、勇者パーティーに追い出されたら、みたいな感じで。君がいなくなることで、会社は君のありがたみに気づくと思うの。んなーに <laughs> こんなところに付き合わせてって。恋人なんだから、そんなこと気にしなくていいんだよ。それに最近の君は、ずっと一人で苦しんでるように見えたから。 こうして、君から君が抱えていたものを話してくれたり、出かけようって言われるとね。ああ、私は一緒にいていいんだって思えるの。私は君にとってはそばにいていい人なんだって。だから、私を必要としてくれてありがとね。 <laughs> ちょっと何でそんなに泣きそうな顔してるのよほらハンカチ <laughs> まあそれくらい大変だったってことだもんね <laughs> うんうんいいよ今はいっぱい泣いて私だけしか見てないから 見てライトアップされたよすっごい綺麗…それに他のところもイルミネーションがはあ、すごいねもうイルミネーションの季節かって <laughs> 本当だよもう今年も終わりだよああ こうして時間が過ぎていって私は時間を無駄にしていたんだねなんだか辛くなってきた <laughs> ずっとそばにいてくれたってはい、惚れ直した <laughs> もうずっと離れないことを 今ここで誓いまーす。く <laughs> っ、うん。んそろそろ行くうん、そうだね。なんか人増えてきちゃったし。君って人混み嫌いだもんね。<laughs> まあ私もだけど。うん。それじゃあ、行こうか。